そこの旅人さん、こんにちは。モーメント・オブ・ドリームをお聞きになったことはございますか？聞いた感じからすると、なんだか甘い飲み物っぽいな。違いますよ。これは我々が定期的に開催しているイベントの名前です。近頃、夢が一気に話題になり、多くの人が前日に見た夢を話し合うようになりました。実は私もその一人なんです。最後に夢を見たのがとても幼い頃だったので、懐かしい感覚と胸躍る気持ちにあふれていまして。そっか、みんなまた夢を見られるようになったんだもんな。ですので、これを機に珍しくて奇妙な夢を見た全ての人へ向けて、自由に夢を語ってもらうイベントを開催することにしたのです。こうしてモーメント・オブ・ドリームは生まれました。お茶会みたいなものか。はい、ここでは毎日想像力に富んだ様々な物語が語られています。ぜひお聞きになってはいかがでしょう。そうだな。でもオイラたちからすると、夢を見るのなんて食べるのや寝るのと同じくらい普通のことだぞ。無料のお菓子とか飲み物があるなら少しは考えてもいいけど。本当ですか？つまりあなた方は今までに数多くの夢を見てきたということでしょうか？そうだけど、全然大したことじゃないからそんなに興奮すんなよ。いえ、夢の体験を語ってくれる経験豊富な参加者こそ今の我々のイベントに欠けているものなんです。僭越ながらお二方のことを夢見のプロと呼ばせてください。プロ？悪くない響きだぜ。どうやら興味を持っていただけたようですね。一緒に会場へ向かいましょう。すぐそこですよ。あなたの欲しい飲み物もお菓子も全部そこにあります。お前もやることがプロだな。なあ、でも勝手に決めたらダメだよな。こいつの意見は聞かないと。あれ、なんで何も言わないんだ？イヒヒ。じゃあ早くオイラたちがプロになれる場所へ連れてってくれ。いいですよ、ついてきてください。なることにおいて一番大事なことが何か知ってるか？知識と経験でしょうか？違う、正解は呼び方だ。今からオイラはパイモンプロだぜ。皆さん、少しいいでしょうか？やっとプロの方に来ていただけました。さあさあ、こちらへ。何かご質問があれば彼女たちにお聞きください。外から来たプロの人か、それは良かった。俺から質問させてくれ。皆さん慌てず、秩序を守って一列に並んでください。こんなに熱意があるなんて。俺の質問は簡単さ。いつも大変な毎日を過ごしてるし、夢の中ぐらいはスライムになりたいんだ。一体どうしたらいい？オイラ知ってるぜ。そういう夢をたくさん見てきたから、オイラなら答えられるぞ。最初にオイラがなったのは風スライムだ。その時は冒険者の矢に撃たれて一晩中空を飛んでたぜ。2回目は草スライムだな。子供たちに大根だと思われて頭の葉っぱをちぎられたんだ。すごく痛かったぜ。3回目は氷スライムで、料理人に捕まってキンキンに冷えたジュースにされた。4回目にようやく強い岩スライムになって、昔オイラをいじめたイノシシに復讐しに行ったんだ。でも結局そいつが仲間を何匹も連れてきて、また負けちゃったんだけどな。ちょっと待った、なんでどれも悲惨な結末なんだ？だってスライムは
魔物だろ。見た目は可愛いけど、いつもトラブルを起こすから冒険者に討伐される運命からは逃れられない。だから魔物はみんな良くない結末を迎えるんだ。確かに魔物は魔物だったな。俺はただ違った生活を体験してみたかっただけなんだ。だがこうして聞くと、魔物になったら今よりもひどくなっちまうかもな。ただの山柄や魚になった方が楽しいのだろうか。なんだ、プロってそこまで難しくないな。次の人。次は俺だ。プロの人に聞きたいんだが、どんな姿勢で寝たら前の日に見たのと同じ夢を見られるんだ。普通の夢さ。日差しの気持ちいい日に妻とおしゃべりしながら山野に吹く風の音を聞くんだ。じゃあ直接奥さんと話をすればいいだろ。夢を見る必要なんてないんじゃないか。それがその、妻はもういないんだ。ごめん、おいらまた言っちゃいけないことを。いやいや、俺がきちんと言わなかったのが悪い。俺はただ妻にもう一度会いたいのさ。あ、そうだな。姿勢とかよりも寝る前に考えてることの方が大事だと思うぞ。それだけでいいのか。奥さんのことを思うのも夢を見るのもお前自身だからな。その二つを結びつけることは難しくないと思うぞ。それもそうだな。帰ったら早速今夜試してみるよ。アドバイスありがとう。今度は私の番。私は夢で見た植物の名前が知りたいんです。私は部屋にある記念品の箱を夢の中に持っていきたい。俺は昨日荒地の上をカラスが飛んでいる夢を見たんだ。何の意味が込められてるのか教えてくれ。質問めちゃくちゃ難しかったぜ。オイラたちは別にあいつらより詳しいわけじゃなくて、ただ経験が豊富なだけなのに。そうだな、模索したり考えたりしてる時の方が質問の答えを知るよりも面白いもんな。例えるなら、三日三晩お腹を空かせた放浪者がエネルギーの補充にご飯かケーキかなんて気にしないのと同じことだ。オイラが誰のことを思い浮かべてるのか今のでわかったか。イヒヒ、当たりだ。あいつならきっとこんな感じのことを言うと思うぞ。でも今は忙しいからこういうイベントに参加する時間はないだろうな。プロのお二方に質問をしたいという方がもう一人いらっしゃるのですが。もういいだろう。質問に答えてた時お前も見てたよな。オイラたちはプロでもなんでもないんだ。そちらのお客さんは少々特殊でして。こんな面白い場所にあなたたちだけで来て、どうして私を呼ばなかったのか問い詰めたい気分だわ。おわ、なんでエンナヒーダがここに。モーメントオブドリームのような面白いイベントはそうそうないもの。どんなに忙しくても時間を作って見に来ているの。あなたたちに会えたのは偶然の縁とも言えるわね。そう、ナヒーダは夢を一番理解してるから、オイラたちの代わりに全て
問に答えられるよな。確かにそうね。さあ、どんなことでも聞いてちょうだい。面白ければ面白いほどいいわよ。どうしたの？さっきまであんなに賑やかにしていたのに、なぜ急にためらうのかしら。だとしても、私ってそんなに怖そうには見えないはずだけれど、凄さの程度で言ったら、あなたたちだってスメールでいろいろと偉大なことをやったはずよ。面白い質問が一気に消えてしまったわ。私って場を興ざめさせるような存在だったのね。ここを離れた方がいいみたい。いやいや、あれそういうわけじゃないぞ。モーメントオブドリームの原点には背きたくないの。人々がここに集まるのは、美しき夢を自由に語り合うためよ。だけど今の雰囲気は、まるで容器に入った水のよう。決まった形にはなっているけど、川を流れていた頃の自由自在な姿はもう二度と取り戻せない。私はただ、その中にある一つの水滴になりたいだけ。風情のわからない容器になるのはごめんだわ。拗ねてるな。みんな大丈夫だから、もっと積極的に聞いてくれ。宗神様はすごく付き合いやすいやつなんだ。ほら、早くしないと本当に行っちゃうぞ。じゃあ俺から行こう。さっきのスライム人間だな。なんだその変な呼び名は。俺はもうスライムにはなりたくないんだ。山柄か魚の方が俺には合ってる。なるほど。夢の中で小動物になりたいのね。どうしてそのような考えが生まれたのかしら。いつも同じ生活を送っているので、少し違ったことを経験したいのかもしれません。顔を上げれば空が見え、遠くには海もある。それなのに俺は、まるで永遠に変わらない日々の中に閉じ込められているような気がするんです。だから夢の中で新鮮な感じを味わいたいということかしら。ごめんなさい。さらに困惑してきたわ。どうして現実でその新鮮な感じを見つけようとしないの？仕事をしないとモラが稼げないからですよ。俺だって毎日釘を打ったり木を切ったりなんかしたくありません。けど家には養っている家族がいるんです。それを考えた時、自分の生活がつまらないことで埋め尽くされているのに気づきました。自由な空間なんて全くなかったんです。でもたとえ夢の中で鳥や魚になっても、最終的には釘を打ったり木を切り続けたりする必要があるでしょ。あなたはすでに閉じ込められている。だから肉体がどんなものに変わろうと、精神がその苦境から飛び出すことはできないわ。え、そんな。では、どうすればいいんでしょう。私は、あなたの背負っているプレッシャーを、この身で直接感じることはできない。でも、どうすればいいか助言することはできるわ。金槌を変えてみてはどうかしら。金槌を変える？ええ。長く仕事をしているから、どんな金槌が使いやすいか知っているはずよね。はい、もちろんです。まずは叩く回数を増やさないためにも十分な重さが必要になります。それから滑らないようグリップがツルツルなやつはダメですね。そういえば今使ってる金槌ですが、しばらく変えてませんね。ぜひ変えてみて。ついでに金槌に好きな装飾や毛皮、革などもつけてみるといいわ。最後に自分の子供の名前も入れてみなさい。確かに、なんだか仕事に対して意欲が湧いてきました。新鮮味は生活の中における些細な物事から来るものよ。あなたは鳥や魚になる必要はないの。
頑張って日々を過ごしていけば、あなたの大切に思うすべてがあなたの幸せの源になるわ。なるほど、完全に理解しました。まるで悟りを開いたかのようです。今すぐ新しい金槌を選びに、いや、自分で一本作るべきですね。ありがとうございます、宗神様。さすがなヒーダだな。いつも問題の切り口を見つけるのがうまいぜ。実は私もあまり理解していないの。え？私がああいうアドバイスをしたのは、他の職人が同じことをやっていたのを見たから。彼は疲れを感じるとグリップにある名前を見ていたの。すると彼の顔には笑みが浮かんだ。とても驚いたわ。きっとそれは彼にとってとても大切な人の名前だったのでしょうね。観察して初めてこういった行為が人間の原動力となるのを知ったわ。でもどうしてなのかしら。それが興奮や期待によるものなのか、それとも仕方ないと思う気持ちからなのか、私にはわからない。たとえ彼の考えを知ることができても、彼の気持ちを理解することは難しいでしょうね。そうだったのか。ナヒーダからしたらそんなに遠回りして考える必要があったんだな。だから実はさっき少し不安だったの。幸い彼は嬉しそうにしていたから間違ったことは言っていないようね。あまり気にしないで。これが私の学習方法だから。これで私も安心できるわ。次の質問を聞きましょう。さっき同じことを質問しましたが、やっぱり宗神様の意見もお聞かせください。一体どのようにすれば夢の中で毎日亡くなった妻に会えるのでしょうか。亡くなった人への思いね。たとえかつての美しい思い出を繰り返しても、それによってもたらされるのは現実の虚しさだけよ。もしも彼女がまだ生きていたら、そんなあなたは見たくなかったはずよね。はい、それは分かっています。ですが私たちが夢の中で過ごす時間はただの記憶の繰り返しではありません。彼女を強く思っているからか、夢の中の彼女はまるで生き返ったかのようなんです。夢で起こったことを彼女は全て覚えている。目覚めた後に再び夢に入っても前回の話題の続きを一緒に話せるんです。それはまた不思議ね。一般的に連続性のある夢はほとんどないわ。彼女はまるで私の夢の中で2回目の命を手に入れたかのようでした。しかし彼女が生き生きとしていればするほど、目覚めた後の私に虚しさと苦しさが襲いかかるのです。これは喜ぶべきことなのでしょうか、それとも苦しむだけなのでしょうか。もしかしたら全ての根源は思いによるものなのかもしれないわ。あなたと彼女の間にとても残念に思っているやり残したことはない？よくわかりません。ただ彼女と一緒に年を重ね、人生を最後まで一緒に歩んでいけなかったのは私にとって一番残念なことです。もういい加減前を向かなきゃいけないとは思っていました。こんなリアルな夢を見ていなければこれほど迷走してはいなかったでしょう。これが俗に言う寝ても覚めてもっていうやつだな。でも夢は永遠に夢でしかない。私たちは現実を生きるものよ。過度に夢に溺れるのがいいことであるとは限らない。あなたの精神と気持ちをすり減らし続けるだけだわ。分かっています。
ですので、私も自責の念に駆られているのです。まだ子供の面倒を見なければいけないというのに。子供に父親のこんな情けない姿を見せてはいけませんよね。宗神様、アドバイスありがとうございました。彼の精神状態、とても心配だわ。早く良くなるといいのだけれど。それと、私の調子は悪くないから、もしも退屈に感じていたら、無理に付き合わなくてもいいわよ。あなたたちは、もともと遊びに来たのだし。また連続性のある夢？はい。何かの暗示なのでしょうか。宗神様が直々にこのイベントに参加するなんて、夢にも思いませんでした。今日は運がいい。友達に自慢しに行こう。一夜にして大金持ちになるとか有名になるとか、そういう単純で手っ取り早い夢がいいな。少し良くなったか？ああ、本当に宗神様の言う通りだと思ってな。この考えから抜け出さないとダメだし、今思い出してみると、夢の中ではいつも同じような場所で妻と会うんだ。そこは現実にも存在してる。ただ少し遠くて危険な場所だから、一人で行く勇気がなくてな。でもやっぱり行ってみたい。そこに何もなければ諦めもつく。このままじゃなんだか酔っ払ってるみたいで、夢うつつの状態が続いてしまう。あれと似た情景をもう夢で見なければ現実に戻れると思うんだ。君たち冒険者なんだろ。もしよかったらその場所まで護衛を頼めないか。気分転換だと思えばいいと思うぜ。奥さんには会えないけど、美しい景色とかを見たら気分も良くなってくると思うぞ。ああ、俺もそうなることを願ってるよ。早く良くなるといいな。また私に隠れて面白い場所に行くつもり？あれ、ナシーダは質問に答えてたんじゃないのか？ちょうど終わったところよ。今日は奇抜で新しいアイデアをたくさん聞けて、収穫に満ちた一日だったわ。どこかへ行くようだけど、私も連れて行ってくれないかしら？いえ、多忙な宗神様にこのようなことを頼むわけにはいきません。遠慮はいらないわ。それにこの提案をしたのだって、もちろん考えあってのことよ。この機会に私が困惑していることについてあなたたちにも話しておこうと思うの。宗神様であっても困惑するのですか？私はあなたたちとそこまで大きく変わらないわよ。さあ、歩きながら話しましょう。一夜にして大金持ちになるとか有名になるとか、そういう単純で手っ取り早い夢がいいな。今日は運がいい。友達に自慢しに行こう。
関することばかり話してたら、なんだか眠くなってきた。冒険者はいつもこんな場所に来るのか。それはすごいな。夢の中のあなたたちはいつもここで会うの？はい、ほとんどの場合がそうです。前方にある山の頂上で会っています。そこでは特に何もせず、日常の何気ない会話をするんです。私たちの娘のヘイデルの近況を話すと、彼女はいつも真剣に耳を傾けてくれます。あとは一緒に思い出話をしたり、面白いことや冗談を言ったり、どんなに話しても物足りなさを覚えてしまうんですけどね。平凡と安らぎも手に入れるのが難しい幸せなんだな。そこが私の困惑しているところよ。私は夢について詳しいわ。だから夢が一般的に論理性や連続性に欠けているものだと知っている。でもあなたはさっき、彼女があなたの話したことを覚えていると言ったわよね。はい、彼女は昔から私の話を熱心に聞いてくれていました。夢の中でもそれは同じです。彼女はいつも私を驚かせるために日常の些細なことまで覚えているんです。そのことも彼女がまるで本当に生き返ったかのように感じた理由の一つでした。確かに不思議だな。でも夢ってもともと不思議なものだよな。ただ問題はその描写があまりにも整然としていることよ。夢というのはあなたたちが想像するよりずっと脆弱なものなの。例えば窓の外で大きな音がしたとする。すると夢の中ではあなたが大砲に入れられて飛ばされるシーンになるかもしれない。もしも喉が渇いていたら果てのない砂漠を歩く夢を見るなんてこともあるわ。だけどあなたの妻の姿はとても安定していて、干渉を一切受けていないようね。確率的に言うとこういった状況はとても稀なの。私にも原因は分かりません。しかし私にはこの夢を疑うことも拒絶する理由もないのです。何せ私にとってあまりにも良すぎる話ですから。でも私は知りたいの。このような夢は私にとっても珍しい現象だから、その現場を見てみたいわ。さあ、遠足だと思って山の頂上へ行ってみましょう。いざ。
り、ここって危険な場所なんだな。大丈夫よ、即戦即決と行きましょう。え、ナヒーダも手を出すのか？もちろんよ、これも遠足の一環でしょ。難攻不落。場所はなさそうね。思いの力を否定する気はないわ。もしかしたら数値化できないそういった感情の要素にこそ夢を思い通りにする力があるのかもしれないもの。アイルマンの奥さんってきっと魅力的な人なんだろうな。あれ、アイルマンは？ここで待っててくれてたのか。今日はすごいお方をお連れしたんだ。宗神様が一緒に同行してくれるなんて、すごく驚いたよ。ここの道に慣れたら、ヘイデルも連れてこよう。あの子、ずっと君に会いたいって言ってるんだ。どうしたんだよ。そこには誰もいないぞ。待て、メイナ。そっちは危ない。行くな。落ちてしまうわ。彼を掴んで。ふう、落ちなくてよかったぜ。でも、なんで急に変なことを言い始めたんだ？しかも、今度は気を失ってるみたいだぞ。彼は今、夢の中にいるわ。さっき口にしたことは、前に彼が話していた夢とほとんど一致している。え？それって、眠ってるってことか？しかも、同じような夢を見てるのか？私もおかしいと思うわ。でも、無誘している人は起こさない方がいいから、このまま待ちましょう。あ、ん？メイナ？メイナは？俺は一体。無誘？あ、そうか。確かにあれは、夢の中でないとありえない。山頂に着いた瞬間、妻のメイナーがそこに座っているのが見えたんだ。それで俺は彼女に歩み寄った。妻は君たちの紹介を聞くと、慌てて前に行こうとした。でも、そっちは崖だから俺は行くなと言って。そしたら妻が消えたんだ。それから俺の近くで風が吹いて空が暗くなった。何かおかしいと思い始めた時にはもう目が覚めていた。なんかすごく変な話だな。疲れてるんじゃないか？それはない。昨日はぐっすり寝たし、今も眠くはない。おそらく私たちが来たことによって潜在意識による夢の想像に影響が出たのかもしれないわね。何はともあれ、無事に目覚められてよかったわ。
先ほど何があったのか大体わかりました。すみません、宗神様と君たちがいなければ本当に落ちていたかもしれません。とりあえずまずは戻りましょう。あなたはしばらくこの場所に来ない方がいいわ。はい、わかりました。ナヒーダ、何か思い当たることはないのか？オイラちょっと心配だぞ。手がかりがあまりに少なく、まだ推測の一気を出ないわ。それより心配なのは、もしもアイルマンに起こったことだけが例外でなかった場合ね。そっか、モーメントオブドリームには他にも夢を鮮明に覚えてる人がたくさんいるんだった。ええ、モーメントオブドリームに限らず、このような人はスメールの他の場所にもいるかもしれないわ。一刻も早く現状とその進行速度を把握する必要がある。じゃあ早く戻ろうぜ。アイルマン、ぼーっとしてないで早く行くぞ。新作、うん、もう戻られたのですか？どうです、うまくいきましたか？急を要する事態になったわ。この場にいる全員に夢について話し合ってもいいけど、決して夢の中の情景を探してはならないと伝えてちょうだい。え、はい、宗神様がそうおっしゃるのでしたら。ですが、何が起こったのか教えていただけませんか？皆さんそんなに真剣な顔をされて。わかりました、それほど危険なことが起きていたんですね。ご安心を。このことは全ての参加者、並びにモーメントオブドリームのスタッフにもお伝えしておきます。参加者リストを使えば、夢について関心を持っている大勢の方とも連絡が取れるでしょう。そうすれば警告の範囲をもっと全面的に広げられます。ありがとう、本当に助かるわ。まずは本日イベントに参加した人がまだここにいるか確認してきます。アタさんはもう帰っているようですね。金槌を作りに行ったようなので大した問題はないでしょう。おや、待ってください、キャシアさんはどこへ？どなたかキャシアさんを見ませんでしたか？もう帰ったのでしょうか？ああ、彼女なら行くところがあるって言ってたわ。もうここを離れたみたいね。まずい、まさか夢の中の情景を探しに行ったんじゃないよな。どこへ向かったか教えてくれるかしら？はい、私も簡単にしか聞いていませんが、確かチャトラカム洞窟の近くだったと思います。ありがとう、すぐに行ってみるわ。それから軽率な行動を取らないよう他の人たちにも伝えてくれる？わかりました。はあ、こんなことになるなんて。ただの夢なんだし、大事にはならないだろう。なんで急にざわつき始めたんだ？たかが無誘じゃない、大げさよ。眠くなってきたわ。